眩しいな。すげえ天気いいね今日。さあ今日が本番の、ドラッグフェスティバル本番の日ですね。オープン10っていうクラスに今回エントリーして、いつもはねプロ GTR クラスで走ってるんですけど、たまにはこういうクラスで完全なストリートカーで走るのも楽しいかなと思って、まあ、エアサスのね、車でドラッグやるってなかなか、いないと思うんですけど、まあ、3人のねカーボン R、 一番最初、1号機のねカーボン R はあれエアサスで、あれ普通のラジアルで9秒7っていうのところまで出しました。だから今回の33は、まあ、あそこ、カーボン R ほど、車重も軽くないですし、パワーはあれよりちょっと劣るんですけど、まあ、10秒前半、コンスタントに出せるような感じで、あとはね、日東さんの、新しい、ね、タイヤ、NT555R2 っていう、まあ、海外では発売されていた、ドラッグラジアルタイヤ、目標は10秒前半でございます。6?
か、ダメだな。そうか、ちょっといじったんだけどな、いろいろスタート回転とか上のちょっとパワーを出すために若干気持ち転換時期進めたり、まあちょっと2本目もうちょっといけるように頑張ろうね。とりあえず1回戦ははい、シングルランということで、はい、10秒5が出ました、はい、次はね、2回戦進んで、もうちょっとタイムを縮めれるように頑張ります。神田選手と駒田選手を届けちょっとこんな気持ち伸びてベスト最後ですか。決勝戦行ってきます。頑張ってください。
撮りたくないんやけどね、ジェームズが撮れてるから。これまで順調に勝ち上がって、最後の最後に大ストールをするというね、ミスをしちゃいましたね。なんてこった、何年ドラッグやってるんだよね、本当にね。でもね、こういうことが起きりうるのがレースなんです。はい、これは言い訳ですけどね。あと一歩やったですね、もうちょっと。まあ、次回頑張りますよ、はい、今度はカーボン R 走らせようね。最後、不甲斐ない結果でごめんなさい。ニットタイヤさん、みんな、ね、応援してくれて優勝を勝ち取りたかったんですけど、なんで最後の最後にミスしますかね。ダメですね、ほんと。10時半でございます。セントラルサーキット、後にしてね、走り続けて、はい、ここは、はい、もう九州の玄関口、壇ノ浦パーキングです。九州に帰ってきたなっていう感じをね、毎回思います。2日間10本ぐらいかな、ゼロワン、そこ走って500キロ走っていって、ゼロ40本ぐらい走って、また 500キロオーバーの旅にまた戻ってきました。やっぱりね、思いを起こせばやっぱり悔しいな。最後ね、日東タイヤさんもね、すごい応援してくれたし、最後優勝したかったな。最後の最後でミスするなんてバカチンですね、本当ね。もう本当今日は反省会ですね。帰って反省したいと思います。で、明日は朝普通にお仕事をしたいと思います。お疲れ様でした、ジェームズさんね。お疲れ様でした。あさってオーストラリアですねねえ、なんかすごい、今月すごいスケジュールですね。先週は、山口スタンスネーション行って、でドラッグフェスティバル行って、でオーストラリア行って GTR フェスティバルで帰ってきて、また、1日日本にいて、すぐマレーシア、東京オートサロン、クアラルンプール、まあイベントがね続きますけど、頑張っていきましょう。